どうもこんにちは、ケイです。突然なんですけど、ちょっと悩み事聞いてもらっていいですか？俺本当に悩んでることがあって、もう結論から言っちゃうと、テンションが上がんないんですよ。まあ、テンションが上がんないっていうか、こう思いっきりできないっていうのかな。一体何をって話なんですけど、もうこれっす。 YouTube。私まだ YouTube 思いっきりできてないんですよ。少しずつ慣れてはきているんだけど、それでもまだやっぱ何かしらこうとか引っかかるというか、もう自分を思いっきり出せてないなっていうのがすごく感じてきて、長さが全然違うんだもん、これ。まあそういうのがあってですね、まあ、その原因なんですけど、これっす。カメラなんですよ。まあほとんどの YouTuber がこうやってカメラに向かって話しかけるわけなんですけど、最初からカメラ見て話すの私めちゃめちゃ得意ですよって人そんなにいないと思うんですよ。これがね、俺本当に苦手で、っていうのがまず1点で、これもうずっと前から分かってたんです。だけどまあ言うて1ヶ月続けてきてますから、これに関しては結構割と慣れてきてるなっていうのを自分でも感じてきてて、ただこっからが問題よ皆さん。私ケイ、カメラを見ながら話せないもう一つの理由見つけてしまいました。それがこちら、トゥルルスパーン、TikTok! そうなんですよ、俺これが原因なんですよ。そう、まあほとんどの人はご存知かと思うんですけど、俺今 TikTok で活動してて、まあ元はミュージカルってとこで活動してたんですけど、まあその時と合わせて約もう1年以上ずっと動画を撮り続けてるんですよ。で、撮っている動画がコメディとか面白い系とかね、まあああいう系の動画だったらまあ良かったんでしょうけど、俺が撮ってんのってトランジションなんですよね。で、あんまりこうトランジション撮ってる人がいないから、ちょっと分かってもらえるか分かんないんですけど、まあ普段 YouTube とか他の場所だったらこう楽しくウェーってやるんですけど、トランジション撮ってる時間っていうのは多分俺人生の中で一番集中してるっていうか、真剣になってる時間なんですよね。まあああいう動画を撮るのがやっぱすごい大好きで、曲を探して曲の歌詞を調べて、どういう構成にしようかなとか、こういうテーマで動画撮ろうかなとか、まあああいう風な動画、こういう風な動画作ろうっていろいろ考えるわけですよ。で、なんでじゃあ俺がカメラの前でテンション上げられなくなったのっていう話なんですけど、俺の中でカメラに映ってる時っていうのは集中をしなきゃいけない状態、真剣なスイッチを入れなきゃいけないっていうのがもうなんか頭の中に刷り込まれてるんですよね。だからどこかちょっと真面目になっちゃうというか、まあ、楽しくてこんなことやったら面白いだろうなってことをやりたくて始めた YouTube なのに、なんかどこか真剣にやっちゃってるみたいな。もちろん真剣にやらなくちゃいけないところはやらなくちゃいけないんですけど、 YouTube の時はもっと楽でいいのかなと思ってて、そんな真面目なんで、こんな真剣にふえってやらなくてもうわーってやった方がやっぱ楽しいじゃないですか。ということで今日はこの俺の中でのカメラに対するね、突っかかった何かを剥ぎ取るためにバカになっていきたいと思います。そう、もう単純、まあ、もうカメラの前で真剣になるのをやめさせたいんだったら、もうそれの反対のことすればいいんですよ。カメラの前でできるだけバカなことやってやりましょう。頭いい、まあ、ということで皆さんに実は事前にツイッターの方でこちら、今すぐできるバカなことみたいなのね、ちょっと募集しておきました。この中から何個か抜粋してね、ちょっとやっていきたいと思います。今回の動画でね、俺マジ変わるから、俺が YouTube の動画の中でやりたかったバカなことみたいなのをバッてやってやっていきたいと思います。とりあえずまずはね、このツイッターでたくさんコメントとかリプとか送っていただいて本当にありがとうございました。ということで、ね、じゃあ早速やっていきましょう。全力コマネチブーイヤー、3周回ってワン、1、2、3、ワン、アカシアさんまになりきる、さんまです、やばい、頭を振る、真顔ではしゃぐ、さんまになりきる、さんまです、やばいって、バカになって狂い踊る、時期に夏が暮れてもきっと覚えてるから、追いつけないまま大人に、バク転、テンション高い時と低い時を交互にやる、部屋の中を走り回る、体育座り、いや、布団ずるいとか言うんでしょ。いや、本当にやばいからね、マジで。ちょ、一回やってごらん、体育座り。マジで痛いんだから。さっきのバク転とか全然のように見えたかもしれないけど、マジ痛いから。尾低骨は大切にしましょう。洗濯バサミで鼻をつまんでカメラに向かってファンのみんなに告白をしてください。洗濯バサミなかったんで、これで代用させてください。好きだー、特に意味もなく突然でんぐり返しからの肩に小指を。無言電話してみた。こんな時間にどうしたんですか？お兄さん、もしもし。ねえ、ねえ、なんか喋って。え？喋んないよ。しちゃった？間違えて？
カバンの中とかで。はい、切りまーす。カバンの中で押しちゃったって発想なんだよ。先輩 YouTuber の動画を牛乳を含んで見る。はい、ということで一通りご覧にいただきありがとうございました。募集したリップの中に裸になれっていうなんかシリーズがちょこちょこあって、俺も別にそんなに脱ぎたくないわけでもないし、ちょっと待って、今のなんか俺が脱ぎたいみたいな感じ、違う、そういうことじゃなくて、まあ、裸になって面白いことしてもいいかなと思ったんですけど、さすがにねこれはできなかった。全裸でソーラン節もバカとかのレベルじゃないでしょって言いつつ、まあ実際やったんですけど、なんかちょっとあまりにもだったんで、それぐらいのことを、まあ、今やってもいいんだけど、そこのレベルはなんか誰か一緒にやるか、登録者自慢とかね、まあ行く気しないけど、まあ、そんぐらい行ったら、まあ、やりましょうかなと思います。まあ、ということでね、またなんかこう、みんなを絡めた動画みたいなのをまた作れたらいいなって思います。その時はね、またぜひぜひコメントやら、リプやら送ってくれると嬉しいです。ということでね、じゃあね、前に全裸で一緒にソーラン節を撮ってくれる人大募集。